縦パス入ってきたときは、そのボールの移動中に前触ればいいし、触れなくてもそこから大ピンチにならないじゃん。相手の後ろに立ったときは。でも相手の前に立つから、縦パスは入れれないんだけど、裏行けんのよ。で、その裏をケアするの誰かって言ったら中央いる曲がりアイスだから、中央相手クロス入りやすくなる。相手が気づかないでくれたからよかったけど。で、そんなやつを入れんなっつうのアルテタは。それできるようになったら使っていいけど、そういうのをやって去年優勝を逃してるわけじゃん。いや、マジで。あ、ゴールキーパーからのつなぎの回ってあれですね。このキーパー含めて、よく3で作ってるチームあるけど、この3の時にさ、3でここまでって開けるやん。パスコースが広くなりすぎて、まあ相手のプレゼントを勝ったりした時によるけど、これに対してこうハマってくんだよ、どんどん。で、これを4とかにするとさ、ここの一個一個のパスコースが、パスコースっていうかパスの距離が狭くなるでしょ。で、こういう横のサイドハーフ的な、サイドバック的な立ち位置、まあセンターバックがサイド開いて、で、センターバックが開いてる側のサイドバックが縦に切り下がる。そうすると何を切るかっていうと、この横パスの時に、ここにこう出てったらさ、こうずれ生まれるし、ここまで出てくっていうのはさ、この間が気になって出ていきにくいじゃん、ちゃんとポイントに立ってたら。だから、このウィングがこう対処することになるんだけど、このペナ幅の選手に。そうすると、ちゃんとこのパスコースに現れたら、1個超えれて、もう最終ラインで勝負できるから、ビルドアップ楽っていうか、これを、大体のチームがこういう風にやるから、こういく、この状態でここ1個超えれない、こう超えようとすると、ここの時にはもうこう出てって、出てってってはまる。だから GK ビルドアップはペナ幅4枚、キーパー含めてペナ幅4枚で、上がってる側のサイドバックは、上に上がるんだったらこっちの人は中入るし、上に上がんないんだったら、上がんないっていうか、上がってくんだったらサイドのファジーの位置取るし、ファジーの位置をウィングに取らせるんだったら、ボランチと一緒に、そう、ポイント立つと、相手はもう閉じなきゃいけないし、後ろは出てこなきゃいけないし、前が開くっていう、こういう構想。これってもう多分世界で気づいてる方ほとんどいないから、まあ、今後もずっと GK ビルドアップこの形でやるチームばっかりで、当たり前みたいにここにはまって、はまった後に前に蹴るからスカスカの状態で取れる。で、うちも俺気づいてるし、これやらせようとするんだけど、うちの場合はシンプル技術とかパススピードの問題で引っかかっちゃったりするから、今はまだできないから、普通に、うちの場合は、最初からこういうふうに、右サイドに人を密集させて、ここに人を密集させて、そう、キーパーに、センターバックが、こう、こうか。センターバックを渡したところから、まあ相手が引いてきてたら、キーパーがこのまんま、キャリーして蹴って、高い位置で収めるし、相手が出てきてると、全体的にこう出てくるから、まあ、それだったらそれで蹴れば、まあ、ここで、相手はサイドバックとセンターバックとボランチぐらいしかいないけど、うちは逆サイドのフォワード、自分たちの同サイドのフォワード、ウィング、上がってるボランチ、サイドバックで、できるだけ人数多い状態で回収できて、拾ったところからビルドアップすれば、キーパーのビルドアップだと後ろ戻せないけど、ここからのビルドアップだと後ろ戻せるから、相手から戻ってきてて、ビルドアップできますよねっていう、こういう方式でやってる。ちょっとここを切り抜いてなんか置いといてくれる人いたらいいけどね。途中でちょっとね、気になる方いたから。僕いつもキーパービルドアップなんてやんない方がいいっていうのは、この構造を分かった上で繋ぐ配置取れてる人なんていないし、繋げてるチームって普通にロドリがめっちゃうまいとか、カイセドがめっちゃうまいとかでやれてるだけだから。